さあ、残り3人だ。今度こそビクロよ。うわ、なんか今までにない始まり方。あそこで撃ち合ってる。これは狙撃チャンス。やった、これで1対1。お、ナイス狙撃。てかボルトアクションじゃなくてサクスナになったんだな。よし、最後の敵はあそこ。劣勢っぽかったし倒せそう。スカーでどんどん圧力をかけていくわよ。一発でも当たってくれたら大きいんだけどな。く、ダメか。てかちょっと待て霊夢、スカーの弾全然なくねえか。あ、やばい、ほんとだ。しまった。ここに来るまでの戦いでだいぶ消耗してしまっていたのか。スカー使えないってだいぶまずいぞ。そう、どっかに弾落ちてないかな。そこに補給物資あるけど多分間に合わないよね。く、どうしたものか。仕方ない、もう接近戦を仕掛けるわ。しかし相手のロケランが建築を壊してくる。前回もあれにやられたのよね。よし、でもなんとか上は取れたっぽいぞ。ああ、一瞬のチャンスは逃してしまったけど、サブマシで壊してもう一度チャンスを作る。お、100ダメージ、シールド割れたぜ。よし、でもかなり上まで行かれたわね。ここは一旦降りるわよ。危ねえ、枝に引っかかってなんとか落下ダメージはなかったな。前回のような悲劇的な結末はもう嫌だ。さ、この辺壊して落としてやるわ。ダメだ、崩れないわ。どっかと繋がってるんだろうな。もういいや、ここはジャンプパッドよ。とりあえず相手がどこにいるか確認しないと。あ、相手もジャンプパッド使ったな。ジャンプパッドはこれがあるからね。逃げようとしても同じの使われて追いかけられたりするもんな。って、なんだ今の、別所の落としたのに4ダメージって。カスダメってやつですね。てか相手3シールドあることが分かっちゃったな。回復されてたか。そりゃそうよね。でもポンプなら、エピックポンプならまだいける。前段ヘッドに当たればワンパン、シールドとか関係ないからな。そう。上からロケランが怖い。なんとかして上取りたいけど、そう簡単にはさせてくれないよね。もうこっから撃っちゃう。いや、そりゃそうなるわ。やばい、やらかした。あと10しかない。しかし、決死のジャーンプ。で倒せないんかーい。あ、ヘッショだったらな。でもまだだ、まだ終わったわけじゃない。なんとかシールドつけて、頑張って上取りに行くぞ。また2位で負けた。いつまで経ってもシーズン初ビクロイが取れないわ。もう新スポットとかいや、慣れているシーニックスポットに降りていくよ。取れ高よりビクロイを重視しだしたか。まあ新武器とかはさ、どっかで敵さんから奪えばいいっしょ。何その他力本願。あれ、こんなところにこんな箱あったっけ。おお、スカートデカポ出てきた。この場所やばくね。確かに、短時間でめっちゃ物資集まったな。これはボットさんかな。全然物資持ってないな。さて、プレザントパークに来ました。あんなところに敵が。って、シャドウヘンチマン。まさかここも、スパイに占領されてしまったというのか。なんかのレアアイテムがゲットできるのかもな。あ、あそこにもう一人。あれもシャドウヘンチマンかな。仲間を蘇生しようとしているぞ。へぇ、そんなこともできるんだね。なら早く核キルしないとダメね。何か落とすかもしれないしな。お、青のヘビーアサルトじゃん。結構いいね。まあ今回はスカーあるからいらないけど、サイドグレード以外でも入手できるようになったんだな。この人も名前的にボットだね。さて、ここまで来たけどショットガンが緑しかなかったので、ここで武器をアップグレードしておきましょう。で、なんか前より時間かかるようになってない。確かにな。ちょっと面倒になっちゃったな。まあその分資材が安いから、我慢しましょうか。いや、ちょっと待ってくれ。なんか、すごい建築物が見えた気がしたんだが。え、どれどれ、見てなかったぜ。ほら、あそこに。なんじゃやー。いや、おかしいだろあの高さ。グライダー復活してないよね。あんな立派な建積み、見たことないわ。なんか、ジェンガみたいだな。何がしたかったんだろう。上に人、いる？
せっかくの作品を壊すのは申し訳ないけど、いろいろと気になるので、壊させてもらいますね。建築の構造はしっかりしてるな。なんであんな高く積み上げたのかはわからんけど、上にジャンクパッドとか置いてるのかなぁ。まあ、壊せば謎が解けるかも。さ、いよいよね。おお、一気に崩れるの爽快だな。さあ、鬼が出るか蛇が出るか。え？美しい。キラッキラのアイテムが降ってきた。いや、金武器とかもあるじゃねえか。どうなってんだ。何らかの事情でマッチを抜けなきゃいけなかった人が、宝物を隠した的な？っておい、あれマイダスのドラムガンじゃねえか。やばいやばい、誰か知らないけどありがとう。金スカーまであるじゃねえか。な、撃たれてる、どこから？もしかして、あの塔はおとりだったのか？いやそれにしては餌が豪華すぎると思うけどな。でも、金スカーとマイダスのドラムガンは拾った。ポーションもいっぱいあるし、落ち着いていけば勝てるはずよ。でも飲もうとしたら建築壊されたな。く、どっから撃ってきてるんだ？今かさって聞こえた、そこの物資か。見えたよ、マリサの姿が。うおー、危ねー。残り体力1って。うわ、しかもやばい、別の敵が。あー、焦ってミニポ投げちゃって投げれんのミニポボで。どうやら回復アイテムが投げれるようになったみたいだな。いや、それにしてもドラムガンめっちゃ強かった。一発25ダメ出てたよ。全盛期を彷彿とさせる性能だったな。おかげで命拾いしたわ。ありがとう誰かさん。お、サイレンサー付きアサルトも復活したんだな。いろいろと武器が増えて、楽しくなってきたわね。あ、そういえば、さっきのところに医療キットもあったよね。よし、これで体力も回復できるぞ。いや、マジで至れり尽くせりだな。この塔を建ててくれた人に超感謝なんだぜ。ねえ、このジップライン超強くない？確かに、今のアンチ的には最高の場所にあるな。さて、ちょっと偵察してきますか。あ、そこに二人いるみたいだね。場所がわかったのは嬉しいな。一人が窓を開けたので、軽く撃ってみましょう。はい、帰りまーす。いやマジで便利だなこのジップライン。な、この声は、ヘビスナー。声って、まさか、復活していたのか。聞こえる、聞こえるぞヘビスナーの声が。よかったな霊夢、どうやら復活は間違いないらしい。でも今まで全然見なかったもんな。どこかに隠されてるのかもしれん。早く探しに行きたいわね。でも、今回はまず初ビクロイ取れるように頑張るんだぜ。敵発見、ジップラインから攻撃します。ヘビ砂持ってるかもしれん、気をつけるんだぜ。うわ危な、やっぱり怖いわね。でも金スカーに初当たってシールド割れたっぽい、やったね。そろそろ降ります、建築もしたいからね。うわ、背中撃たれた。幸いダメージはわずかだな。とりあえず上を、取ろうと思ったけど床で防がれちゃったわ。まあ焦らず行きましょう、いつかチャンスは来るはずだからね。今回は少し暗いな。相手からの不意打ちに注意するんだぜ。でも、暗いってことは黒リンクスも目立たないはず。思わぬところでチャンスが生まれるかもしれないわ。ほら、見つけた。お、いいダメージ。あとちょっと。だけど、そう。ダメだったか。回復されちゃうな。マイダスのドラムガンで、なんとか打開できないかしら。オラオラオラ。難しいかもな。まあいいわ、一旦上をキープしとくわよ。あ、下で戦ってくれてる、ラッキー。しかも私から攻撃しやすい位置、これはチャンス。上から金スカーの雨を降らせるわよ。今回は弾ちゃんとあるな、大丈夫だな。さっきみたいな悲劇はもう嫌だ。よし、戦いが終わった。あと一人、このまま撃ち続けるわよ。鉄の床屋根を張ってきているが、弾は通るか。やった、勝ったよ。シーズン2初ビクロイだ。おめでとう、最後はあっさりだったな。いやー、今回はマジで、あの謎の塔を建ててくれた人のおかげだわ。ドラムガンなかったら、ブッシュに隠れてたピーリーにやられてたからな。ほんと、ドラムガン超強かったね。ということで、いかがだったかな。最後まで見てくれてありがとう。よかったらクリエイターサポート、よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。
チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。